ジック様、やめましょうよ。皆殺しなんて今時流行んですよ。そうちゅう、生かして働かせてこそ健全な犯罪組織っちゅう。それにほら、犯罪神様復活って大目的も果たしたんですし、もうそんなに気張らなくたって。犯罪神様の意志は全ての破壊だ。ですからね、そいつはちょっと過激すぎやしねえかって。我々もいずれ犯罪神様によって滅ぼされる。早いか遅いかの違いだけだ。そんなマジック様がいなくなっちまったら、今まで何のために頑張ってきたのか。もうやめるっちゅ。マジック・ザ・ハード様は人が変わってしまったっちゅ。うるせえ、てめえに何がわかんだよ。従えぬのであれば今ここで滅びよ。ちゅ、危ないっちゅ。のわ、マジック様、今本気で滅びを拒絶するか。やはりお前は不要だ。こんなの我々の、あたいのマジック様じゃない。ああ、待つっちゅ。あらあら、仲間割れかしら。泣いてましたね、下っ端。弱い者いじめはいけないんだよ。下っ端だって生きてるんだから。メガネ、何をしに来て。あなたを倒すために決まっていますわ。リーンボックスに手出しをさせるわけにはいきませんもの。それにまだ借りを返しきってない。死に急ぎて。ならばよし、今この場で消え失せるがいい。一度負けたくせに、随分と余裕なのね。この体は犯罪神様により新たな力を授かった。お前たちに勝ち目はない。ああ、そういうの死亡フラグって言うんだよ。これで私たちの勝ちは決まりだね。あなたに負けたから私は強くなれました。だからもう二度と負けません。みんなお願い、私に力を貸して。この思いだけはもう負けません。犯罪神様のために。くらえ、そこ本気でいきます。そのせいだか。愚かな。死ね。任せてください。その程度か。そこ覚悟してください。何だにしてきた。くだ、逆らうのなら容赦はしない。死ね。任せてください。到着完了。私だってしません。くだらない。捕らえました。無駄だ。地獄へ送ってやる。そこ死ね。もう迷いはありません。ビルビームランチャーオーバードライブ。負けられないんです。レベルアップよ。
やったー！私たちの大勝利！残念でしたわね。あなたの望む決着にはなりませんでしたわ。私を倒したところで何も変わらない。いずれ全ては犯罪神様に。負け惜しみは結構よ。さっさと消えなさい。先に滅びの世界で待っている。すぐにお前たちも来ることになる。滅びの世界なんて来させない。はい、犯罪神は絶対に私たちが倒してみせます。した四天王の討伐も終わりましたね。はい、これであとは大ボスの犯罪神を倒すだけだね。で、その犯罪神は今どうなってるの？ゆっくりとではありますが、業界墓場との融合を続けています。すでに業界墓場の大半が犯罪神の肉体となっていると言っていいでしょう。今犯罪神のところに乗り込むのは犯罪神の体内に乗り込むのも同然。以前よりはるかに危険でしょうね。でもそんなこと言ってられる場合ではないですし。そうだよ、危険だってなんだってどうせやらなきゃいけないんだし。皆さん、今から気合い入れてもしょうがないでしょ。もうこんな時間だし、出発は明日の朝ね。興奮しちゃって寝られないよ。そうよそうよ、せっかくやる気になってるのに。でもしっかり寝ておかないと明日に響くですよ。あ、だったらちょうどいいものがあるよ。眠れないときはやっぱりゲーム。ストレス解消してリラックスすればバッチリ眠れるよ。ネプチューヌにしてはいいアイデアね。さてと、やっぱりみんなで遊ぶならプラネチューヌのゲーム機だよね。待って、みんなで遊ぶならパーティーゲーム、パーティーゲームならルウィーのゲーム機の出番。嫌ですわ。あなたの国のゲーム機ってコントローラーを振ってばかりで腕が疲れるんですもの。あ、パーティーゲームならリーンボックスのゲーム機専用のブリエパーティーですわ。このゲームは有名漫画家がキャラデザしていて。何寝言言ってるのよ。キャラクターが良くてもゲーム機が赤ランプじゃね。それに比べてラステーションのゲームはラインナップが豊富よ。みんなで遊べるゲームだってほらこの通り。ネットワーク対応もしているから全国のみんなとも対戦できるのよ。二番戦場。そうですわ、ネットワーク機能も先にサービスを開始したのはリーンボックスですし、工場コントローラーも先に実装したのはルウィーのゲーム機。所詮は真似事だらけの二番戦時ゲーム機ね。言わせておけばあなたたちは。言っとくけどこっちのネットワークサービスは無料なのよ。無料。有料のくせに頻繁に障害が発生するゲーム機はどこの国のだったかしらね。それにルイーの体感ゲームはオワコンって言われてるの知らないの？それに比べて私の国のゲーム機はまだまだこれから。もういっぺん言ってみろ。ねえ、だから私のとこのゲーム機で遊ぼうよ。私の国のゲーム機をディスりましたわね。戦争ですわ、ハード戦争ですわ。待ってください。ちょっとこれでネプチューヌに譲れないわ。そっちがそのつもりだわ。ユニちゃんは何してるの？
張りゲーよ。巨大なモンスターをみんなで倒すの。ほら、あんたの国に宇宙を舞台にしたオンラインゲームあるでしょ。そんな感じのゲームよ。へー、面白そう。興味ある？だったら一緒にやってあげてもいいわよ。本当？ありがとう。ロムちゃんとラムちゃんも一緒にやろうよ。うん、やる。しょうがないわね、付き合ってあげるわ。ねえ、ラステーションって他にどんなゲームが流行ってるの？そうね、グレンの王様を目指すゲームとか、これもやっぱり仮ゲーなんだけどね。ルビーでは断然ポシェットモンスターよね。151万匹のモンスターを捕まえたり育てたり戦わせたりするの。うん、さっきもやってて5V 出たよ。ほんと？いいなぁ。後でその子の両親あげる。 4V だから生まれやすいと思う。わぁ、ありがとう。ロムちゃん大好き。で、プラネテューヌは何が流行ってるのよ？流行ってはいないんだけど、私が好きなのはプラネティアヌの暗黒都市を舞台にした制作費60億の超大作ゲームかな。毎日おばあちゃんからお小遣いもらってガチャガチャするのがとっても楽しいの。そう、またマニアックなものを。あっちはいつまで揉めてるのかしら。うちにはテレビ1台しかないから、じゃんけんで決めるとかいろいろ方法はあると思うんだけど。まったく、ゲームのことであんなにムキにならなくてもいいのに。けど戦いの前にこんなにリラックスできるのはやっぱりゲームのおかげよね。そうだね、みんなでゲーム機を持ち寄って遊んだり、たまには好きなゲームのことで喧嘩したり、そんな平和な日常を早く取り戻さなきゃね。若い奴らは騒がしいな。ええ、でも皆さんとても楽しそうです。あなたも楽しそうに笑うのですね。ほんと、前の時はすごく暗い顔してたのに。悪い想像ばかりするのはやめにしたんです。それよりも、ただ彼女たちを信じようと。そうですね、彼女たちならきっと何とかしてくれます。つまらんな。また落ち込んでいるようなら喝を入れてやろうと思っていたのだが。ごめんなさい。気にしなくていいですよ、この人はちょっと素直じゃないだけですから。まあ、そういうことでしたら今夜は楽しい話をしましょうか。私たちの過ごした時間は1日や2日で語り尽くせるものではないですものね。そうですね、私たちが寝不足にならなければいいんですけど。